ナイトホスピタル。病理医と臨床医というのがいるというのも今回初めて知って、あんまり病院に行かないから病気のこととか体のこともあまり詳しくないんですけど、今回いろいろ勉強をしながらやっていきたいと思います。お医者さんたちがこう行くと淡々と仕事をされるじゃないですか。でもその中にもなんかこうちゃんと苦しさは分かってるんだよだと思うんですよ。痛いだろうなとか苦しいだろうなって分かってるけど、早く治してあげないといけないから事務的に作業を早くしてあげなくちゃいけない、っていうか、だからこうささっと仕事を済ませてしまうっていうところに、もっとちゃんと人の痛みも分かってくれてるんだなとか、やっぱりきちんと患者さんのこととかを思って一生懸命やってるんだよみたいなところもちょっと見えればなと思います。すごく集中力のある面を持った女の子なんですよ。で、私のやる病理医という、お医者さんはこうずっと顕微鏡を覗いて細菌とか何々菌とかを細かい顕微鏡の中でずっとじっと観察していくっていう仕事が多分多いんだろうなと思うんですけど、その時の集中力とかというのが他の人が見てもちょっとおかしいんじゃないかと思うくらいものすごいものがある。で、周りが全然見えなくなってしまうくらい自分のことにね、好きなことに集中熱中してしまうっていうか、そういう面があります。で、多分すごくまっすぐなんですよね。あと患者さんをやっぱり治してあげたいっていう、助けてあげたいっていう気持ちも持っていて、何か自分が役に立てればと思う温かい気持ちをきちんと持っている方だす、だす江頭さんは本当に素晴らしいですよね。国選の時も本当にその出てくる主人公とか出てくる登場人物の一人一人をきっちり描いていらっしゃって、今回も準備校から決定校と読ませていただいてますけど、目まぐるしくやっぱり本が変わるんですよ。で、そのまとめ方というのがすごくバランスが良くて、見てる人たちにきっちり分かりやすく伝えてあげられる、の客観的にちゃんと見られる方なんだなと思って、今回の展開もとっても楽しみにしてます。竹中さんの一番最初の印象はナマステっていう挨拶をされるんですよ。よくわかんない、一番最初お会いした時にそういう挨拶をされて、あ、こういうちょっと風変わりの方なんだなと思って、今回2回目なんですけど、毎回同じセリフを言わない方なので、アドリブもたくさん出てくるだろうし楽しみです。初めて今回一緒にさせていただくんですけど、すごく強くて優しくて、っていう女性像の人だなと思っていて、すごく憧れる女性の女性だなと思います。島田さんはですね、初めてかな、バラエティで一緒になったことはあまりないと思うんですけど、どんなお医者さんを作ってくれるのか、そっちもすごく楽しみにしてるんですけど、作り込まない、こうアドリブというか、こうその場の雰囲気で楽しくノリで一緒に作っていけたらいいなと思ってます。でも笑いの方なので、そういうアドリブとかはきっと強い、でしょうから楽しみです。
ナイトホスピタル。このドラマは、夜間診療専門とした、病院のお話で、うん、夜普通に営業しているという日本にはまだない、病院の中でのお話です。で出てくる、スタッフ、キャストか出演者の人たちもとっても、個性的な人たちが多くて面白いので、ぜひ見てください。そういうお医者さんたちの、医者として成長していく、人間として成長していくっていう、ドラマです。ぜひ見てください。